あのセカンドヒデローズさんね、はい、やっぱりこういった日本の議連とかが動いてきて若干の違いってのは出てきてますか、中国側に。それないですか。少しあるけども、ある、どういうことなんですか。例えば今はあのウルグ人の、はい、例えば捕まってる人を嘘のビデオを作って、あ、世界の声で嘘のビデオを作って、そうそう、まあ、とりあえずあの犯罪してるとか、なんかテロリストやってるとか、教育な、自分はテロやってますね、そうそうそう、わざわざ言うわけ、いいわけ、やってないのに、やってないのに、私たちの例えば前のあの国庁、あの教育庁の人に出してもらってるとか、うん、やってるし、うんうん、けども問題は解決してない場所が、まだ最近1週間前に日本でいる一人ウイグル人の奥さんがウイグルに行って強制使用所に入れちゃったと、1週間前 にもう1週間前、はい、そういうのが私たちの相談が来ました。それ今の話は、まあ、まさに現在進行形でどういうことですか。一人ですね、中国が、まあ、いろんな批判を受けてもう閉めましたということを言ってるんですけど、うん、ただその後もいろんな、まあ、実際戻ってきてない人は自分の私の家にもいますし、で今 うん、あのお話があったのは日本に住んでて、うん、で奥さんがあのたまたま戻って、奥さんからウイグルに戻って、でその方は日本人と結婚してるんですか。日本人同士、ウイグル人です。ウイグル人同士なんですけど、はいはい、ウイグル人同士なんですけど、あの離れ離れの状態が続いてたんですね。そのあの奥さんがウイグルに残ってて、うん、で旦那がこっちに生活してて、ここ数年間そういう状況が続いてた。連絡は取れてたんですかね。取れてたらしいんですね。でただ、うん、で最近ここ2週間前に、またあの収容施設に、連れて行かれたという情報が出て、どうしようどうしようって。なんで連れて行かれたんですか。理由は特に理由はないですね。理由はなくて、結局そのこう段階を踏んでるので、人の入れ替えだったり、やってて、で一部の人たちが1年2年3年こう収容された後に、まあ、健康が弱った人とか高齢者とかを一部出して、その代わりに今まで外にいた人たちを入れたり、まあ、そういったのはあの繰り返し起きているので、中国のいわゆる再教育と称する中国共産党、習近平に対する忠誠を誓わせてたんですね、徹底的に。今ちょっとあともう一点ですね、まあ、あの皆さんはいわゆるそのイスラムの教えを宗教的に持っていると。イスラムの教えって宗教ですから強烈ですよね。もちろんあの寝る前にはお祈りをするとか、でも先ほどの話だともう宗教を否定していると。神がいると言った瞬間に強制収容所。 でもそういう迫害弾圧に負けない部分っていうのはおそらくイスラム教にあると思うんですが、やっぱりそれでもみんな、まあ、神様はいない、習近平様しかいないみたいな話になっているんですか今。ですね、まず一つはその日本の皆さんが思ってるイメージしてる、もう中東のイスラムとウイグル人社会におけるイスラムというのはだいぶ違うんです。違ってて、で、あの中東をイメージされるとこう厳格で暗いイメージを持たれる方が多いんですけど、まあ、それ厳格でサウジなんかすごいですよね、うん、でそことはあの全然世界が違うので、ウイグルの場合その服装にしても、あのその他日常的な行いにしても全然違うところがあって、でだいぶ世俗的なんですね。でただあの宗教、まあ、元をたどれば宗教なんですけど、で実際宗教というよりはほとんど日常生活の、まあ、一部にあのなってしまっている、習慣になってしまっている部分が多いんですね、イスラム文化というのは。はいはいはい。ただそういった、今中国がやってるのが、あの今までの政権が全部あの OK 出してきた、許可してきたことをを全部この数年間で、今までの政権が全部許可してきた、散々チェックして許可してきたことを全部否定してるんですね。全部あのダメだと言ってきて、その過去に遡ってその自分たちの許可した範囲内で行ったことを全部今の政権があの犯罪扱いにしてるんですね。まあ、で今までお祈りは許されていたけど、うん、それは嫌悪主義だと祈った。お祈りどころか今は今その例えば結婚式とかだと、あのなあの欧米だと、教会でやるんじゃないですか。ウイグル人の場合あのまた同じようなその、まあ、宗教的な儀式も含めて、一部、まあ、宗教的な部分も含めてやるんですけど、そういったものを全部今になってね、その過去に行ったそういった結婚式だったり人の死んだ時の葬儀だったり、
そういったところを全部その宗教的な色合いが少しでも入った行事を全部ダメ出しにして過去に遡ってあの人々をこう裁いてるんです。え、何、うん、国家が認めていたイスラム式の結婚式を挙げた人間をその時は認めていて、今になって、今になってお前はあの時イスラム式の結婚式をしたから刑務所に行け。そうです。そういうことなんです。そういうことやってる。起きてます、実際起きてます。そういうことが起きてて、だからこそ何百万という単位で人がその今何か犯して、急にね何か犯して捕まってるわけじゃなくて、その過去にそういったイスラム式の結婚式をやったから、うん、お前はアウトだ。そういった結婚式だったり、あの葬儀だったり、人が死んだ時の、うんうんうん、あと何ですかね、例えば、まあ、あの定期的に、モスクに通ったり、うん、あるいはその例えば年に 1,2 回あの大きなお祭りがあるんですけど、世界中のイスラム教とかイヤーを、そういったお祭りの時に祈りを行ったりしてたことが、過去にあったそういったあの当時の人、政府が許可した範囲内でやったことが全部今罪に問われてるわけです。これあのちょっとあのイスラム教では、例えばですね、あのメッカに行くということがですね、やっぱり一緒に一回行けみたいな、うん、でも今のウイグルの人は昔行ってたんですか、うん、メッカに。昔も自分で好きに自由に行けるということではなくて、政府が選んで、あのその政府が許可した人たちが行けるという。じゃあみんながメッカに行けなかったんだ。行けない、行けない、行けない、行きたいけど行けない、そのくらい程度、行きたいけど行けなかったんですね。だけどもその中で政府がピックアップして、自分の都合のいい人たちを連れて行ったり、まあ、あの要は完全に行かせないと国際的にまた問題になるので、あのこう見せかけにあのツアーを組んで当局がやってきた、今まで毎年1回。それもその時に政府が連れて行ったこと自体が今その人たちの罪になってる。あ、何、政府がイスラム教のウイグルの方をメッカ、まあ中心地ですよね、まあ、今から10年前とか、政府がお前は行っていいよと認めて連れてった人間が、あの時お前メッカに行ったので刑務所に入ってる。そう、これむちゃくちゃな話ですね。そうです、もう本当に無法地帯、もうむちゃむちゃですよ。もう役さんもそんなことやらない。さっきのこのビデオであの女性の方が、はい、アッラと名前出しちゃったんですよね、うん、なんか叩いたらなかったら、私たち自然で歌ってあらね、それはもう新宗教、新宗教ですね。その言葉出るだけで彼女がどうやって叩いてるとか、あなた自分のアッラ探しなさい、そこまで言ってるんですよ。今そういうあの明確なあの宗教行事ではなくて、だけではなくて、例えば挨拶ですね、日常の挨拶、朝会ったらおはようございますというふうに日本で言うんじゃないですか、うんうん、でウイグルの場合、あのアッサラムアレイクムという世界共通 あのイスラム教徒の共通の挨拶の言葉があるんですけど、いやもうゆっくり言ってください。なんかアッサラムアレイクム、アッサラムアレイクム、アレイクムっていうのは、はいはいはい、それが要はあのこんにちはとかおはようございますとかという意味なんですね。ただあのその宗教から来てるんですね、あのその挨拶の言葉自体で。それを今まではあのもう何気なくみんな使ってた、その挨拶っていう、要は別に宗教ということを意識せずにね、それはもう誰も その宗教と全くあの縁のない、宗教に興味すらない人でも普通に挨拶の言葉として今まで使ってきた。 今になってそれさえあの使えないという状況になる。それを使うと刑務所だ。 それを使うとまたあの思想に問題があると。中国が言ってる過激思想とか思想に問題があるという、こういう些細なことになってるわけです。その言葉がひどい。だからこそ何百万という単位でこう広げることができるわけです。それはそうです。みんな挨拶を言ったやつはみんな強制収容所だって言えば、それは人数増えますわ、どんどん。今たまにあのほとんど人が連絡取れてないけど、たまに連絡取ってる人がちらたまにいるんですね。その人たちも今までは普通にああいう挨拶の言葉から始まって日常会話、電話とかでやってたのが、今その挨拶、その挨拶の言葉も電話とか使えない。要はこっちがそれを使ったことで、その現地にいる家族がお前が電話でこの言葉使ったでしょうということで連れて帰る可能性が高いからできないという。あのイスラムの国々っていうのは団結心が基本的にあると思うんですよ、まあ、いろんな宗派がありますが、そのイスラムの国々のそのウイグルの人たちに対するその支援したいという気持ちっていうのは今はどうなってるんですか。ですね、まあ、一般市民の中では一部あると思うんですけど、ただあの国として、政府側として基本は中国に、まあ
経済的に支配されているところが多いんですね。それから自分たちの国の体制として、まあ、独裁的な体制が多い、その、まあ、自由に、こう表現の自由とかそういったものが、まあ、かなり制限されているところが多くて、あとは、まあ、反米的なところが多くて、基本そのアメリカが騒いだ話題に対して反対で捉えるという悪い癖があるんですね。でだからその反米感情というところから、あるいは反欧米感情というところから、欧米が騒いでる話題にはウイグルのジェノサイド問題をアメリカやヨーロッパが騒ぐと、イスラムの国は引いちゃうわけだ。逆に捉えるというよくわからないことが実際現実問題としてあります、まあ、あとはトルコとか、インドネシアとかという一部の国では、まあ、国民感情がかなり、あるんですけど、ウイグル人に同情する国民感情が、ただ政府として、結局そういった動きをあまり許してしまうと、まあ、自分たちに戻ってくるという恐れもあると思うし、まあ、トルコなんかウルムチ事件のことを許しがたいジェノサイドだって言ってたんだけど、最近黙っちゃったんですか？最近アメリカと欧米と、喧嘩してて、でトルコがで経済的にかなりやばい状態にあるんですね、そこにこう入り込んだのが中国で、だからそのアメリカやヨーロッパと経済的に非常に弱いこう関係に、まあ、陥ったところに中国が入ってきた。でだからその経済を回すために中国と、中国側に立って、まあ、ウイグル人のことに何も、言わないという、まあ、これ政治的な部分に随分その人権、個人の自由というものが、ね、翻弄されているって感じですね。これ要は今まで言われてきているちょっとその表現の自由だったり、あるいはその、まあ、信仰の自由だとそういったレベルではなくて、そもそも物理的に自分たち の親がいなくなってるって、家族がいなくなってるというレベルの話なんですね、物理的に。要はあとは、まあ、要はその自分の親家族がどこで何してるのか、どうなってるのか、生きてるかとかということの確認すら取れないという、要はこういう次元の話になってるんですね。要は何ですかね、親子の話ができない、何年も通話できない、通信できないということ自体、この上になる人権がないと思うんですよ、うん、親子が話できない、生きてるのにどっかで生きてるんだけど話ができない、でそれを遮断してしまってる、これこそ人権問題だと思うんですけど。分かりました。もうこういった問題の解決のためにですね、まあ今日も野党中心の人権外交推進議連でウイグルのことを徹底して議論しましたし、また今日の五国にはですね、今度は超党派の別のまた議連で、私も副会長やってますが、そちらはですね、その議連でもさらに日本のいわゆるその法律ですね、こういったものの整備も考えて決議を挙げたいと、人権に関すると、こんな風な議論が進んでいくと思います。まあ、とにかく今日はですね、日本ウイグル協会のアフメッドさんとローズさんにお越しいただいて YouTube を撮りました。どうもありがとうございます。